もし鎌倉時代に生まれたとすれば、将軍という職業にだけは絶対に就きたくないと私は思います。鎌倉時代の将軍になればですね、ほぼ100%の確率で人生がめちゃめちゃになって苦しむことがですね、わかっていると言ってもいいと思います。最初のですね、三人の将軍、源氏三代の将軍たちについて言えば、 例えば二代目の将軍である頼家は病死ということになっていますけれども信じている人は多分ほとんどいなくてですね彼は殺された可能性が非常に高いわけです三代目の実朝は間違いなく殺されているわけですね初代の頼朝もですねまあ、殺された可能性があるんじゃないかなということは以前指摘しておりますで ですよ。その、源氏三代の後の将軍たちも色々大変だったんですね。鎌倉幕府の将軍については、源氏三代以外は、ほとんど語られることがありませんので、そもそもどうなっていたのかというところから知らない人も、まあ、結構いると思いますので、ちょっと確認しておきますけれども、三代目の実朝が亡くなった後、北条政子は、 京都からですね、天皇家の人物を次の将軍に迎えようと画策いたします。これは京都側から断られてしまったんですね。その代わりに藤原氏の人物が将軍として鎌倉に招かれることになりました。この藤原氏の人物で将軍になった人をですね、藤原将軍とか石家将軍などというふうに言われます。 石家というのは石関家のことですね。要するに藤原さんのお家のですね、一番中心の本家筋の人を、ま、石家の人というふうに言うわけですけれども、そういう人を将軍に招いたということですね。で、この、その藤原の誰が来たのかというと、人物の名前はですね、藤原の頼常という人でありまして、この人が四代目の将軍として招か,招かれました。 ですが、彼は、あの、北条氏との対立を深めてしまいます。当時ですね、鎌倉の御家人に三浦氏という人たちがいて、まあ、三浦さんがいたわけですけれども、この三浦氏と北条氏との間では、あの、大変に関係が険悪になっていきました。三浦氏は以前はですね、あの、和田氏と同盟関係にあったんですけれども、 和田氏が北条氏を倒そうということで、えー、兵を起こす直前にですね、三浦氏は北条氏の方に寝返って、和田一族滅ぼされてしまったんですが、その後、あのー、三浦氏と北条氏仲良くなったかというとそうではなく、険悪になってですね、えー、っと今、ここの段階に来て、関係の険悪さが決定的になり、 三浦氏はですね、藤原の頼爪、第四代将軍の頼爪さんを担いで、北条氏と、まあ、対立を決定的なものにしていきます。で、そういうのがですね、あのー、初めはこう水面下で行われていたのが、その対立が表面化してきたものですから、北条氏はですね、これはもうちょっとあの甘い顔はしていられないと、 いうことになり、頼りを将軍から、えー、引きずり下ろすと、将軍引退という風になっていきます。で、頼りを引退させて、その息子の頼りぐという人があ、今度は将軍になるんですね。五代目将軍ということになります。藤原の頼りは引退した後も権力を維持したいとの願望がやはり強かったんですね。 あのー、非常に幼い頃に少年時代にあの京都から鎌倉に来てずっと政治やってますから、政治以外に多分知らないんですね。政治以外のことがわからないんだと思います。で、武家ではありませんから、その武芸に一生懸命になるということもないわけです。ですから政治しかないんですよね。で、なので、彼から政治を取り上げちゃうと生きていけなかったんじゃないかなと思います。なので彼は政治をやろうとするんですが、 あの、それで三浦氏ですね。三浦さんとも連携を維持して政治の世界をのめり込もうとするんですけれども、これがやはり北条氏の激忍に触れてしまうわけですね。で、えー、藤原の頼常は京都へと送還されてしまいます。で、あの、息子の,あの頼継さんですね。五代将軍は今日鎌倉でその後も頑張るんですが、三浦氏が北条氏によって滅ぼされてしまいます。 ま、戦争によってですね、あの、三浦市、三浦一族が滅亡してしまい、それによって、よりぐは後ろ盾をなくしてしまいます。そして、結果として、その、頼次も、京都へ送還されてしまうんですね。ですから、父と息子両方とも京都に送り返されるということになりました。 で、ほどなく父親のよりつねが病死し、翌月には息子のよりつぐも病死するということになります。で、あまりにもですね、時間的に近いんですよね。ですからちょっと、本当に病死なのかな、ということあたりがですね、怪しいわけですね。例えば、まあ、同時に誰かに殺されたとしてですよ。例えば、北条氏の、売ってのようなものに殺されたとして、 あまりにも事態が、まあ、陰険な事態なわけですよね。これが本当だったとすれば。それを表沙汰にするわけにはいきませんから、発表の時期だけ少しずらしてですね、今月は親父さん、で、その次は息子さんというふうに、ちょっと時期をずらしてですね、病死ということにしたのではないかな、というような疑念が残ります。まあ、このように思うとですね、鎌倉将軍というのは、 一歩,まあ、一歩間違えば命に関わる職業ということになるわけですね。で、このようにして藤原将軍の時代は終わりますけれども、ついで皇族の人物が将軍として鎌倉に迎え入れられます。この皇族の将軍をですね、宮将軍とかですね、親王将軍とか言います。親王というのは皇族男子に与えられる称号をですね、 一応補足いたしますけれども、皇族男子の中で親王として認められた人だけが親王という称号を使うことができます。普通はですね、大体まあ皇族男子はほぼ全員あの親王として認められますから、まあ大体まあ親王イコール皇族男子と思って、そんなに間違ってはいないんですけれども、稀に親王として認めてもらえないまま年をとってしまい、 まあ、場合によっては、そのまま天上を全うしてしまうという人もいらっしゃいます。そういう方はですね、神王とは呼ばれずに王と呼ばれます。例えば、兵士追悼の領事を出した持人王という人がいますけれども、この人、後白河の息子なんですが、神王になることができずに、まあ、王と呼ばれているわけですね。えっ、ー、と、ですからまあ、結構、後白河の息子の中では礼遇されていた人と言っていいんですが、 この彼の兵,兵士追悼の領事が歴史を変えたわけですから、ご白川の息子の中で特別に名前が、あの、印象が残っている、名前が残っている人物であるというふうに言えます。ですので、あの、礼遇されていてもですね、人はあの、頑張って仕事をすれば、名前が残るといういい礼が持ち人であります。で、まあ、それはそうとして、この宮将軍の一人目がですね、えー、すなわちあの、 鎌倉幕府の六代目将軍ということになりますけれども、その方がですね、宗、えー、親高信濃というお方であります。北条家の内紛に巻き込まれてしまってですね、責任を問われて、この宗高親王は将軍を辞めさせられています。二月騒動というのがあってですね、えー、北条時宗の息子の北条時助が、 京都でえー、っとあのー、殺されて暗殺されたんですね。ですから、この兄と弟のあの北条家の内紛にえー、っと宗隆親王が関わっていたとみられています。で、この時助の方は実は殺されてはいなくてですね。その後も生き延びたんじゃないかなという説があります。というのも時助があのー、吉野で。 暴れてるぞなんとかしろよ時助を撃てというような命令書、北上氏の出した命令書がですね、後に発行されていますので、これは北上時助が死んだわけではないという証明として、あの、扱われることがありますが、一方でその飛ばっちり受けた宗高親王は、あの、確実にですね、将軍も辞めさせられてしまい、あの、なんというのかな、あの、 とばっちりを受けた方がひどい目に遭ってるという、そういう例なんですけれども、しかも彼は出家させられて、ほどなく病死しております。33歳という大変元気な時期に亡くなっていますので、やはりこちらもですね、暴殺説があってしかるべしですね。とはいえ、えー、っと、まあ、その、証明はできませんけれどね、ただ、 相手、その胸高神皇の敵になった相手というのがですね、陰謀にたけた北条氏なわけですから、あの、これはあの胸高神皇はやっぱりやられてしまったと思っても、思って、思ってもそんなに、まあ外れていないのかなという気がいたしますですね。北条特捜家というのが北条氏のご本家になりますけれども、この北条特捜家大変に陰謀にたけているお家だったわけですね。 で、この宗高親王が将軍を追われた後に、息子のですね、これス親王という方がいて、このこれス親王が、あの、将軍になります。で、この方もですね、20代で鎌倉から追放されてしまいました。でもこの人はですね、追放だけで済んで、むしろ幸運でしたよね。で、あの、別の人ということで、えー 久明ア王という人がですね、今度は京都からまた呼ばれてきます。で、将軍になります。そしてやっぱり追放されちゃうんですね。ただ、息子の森国神王が将軍を継いでいますので、彼の場合はですね、あんまりこう悲惨じゃないんですね。で、55歳ぐらいまで生きてますから、まあ、あの、当時のイメージで言えば、天寿全うしていると、暴殺の可能性は非常に低いと。 いうことであります。ですので、あの、息子の森国親王に将軍を継いでもらったから、自分は引退してですね、楽隠居すると。で、京都へ帰って楽隠居みたいなイメージで捉えても良さそうな感じがします。ですから、この方、唯一この人がですね、ダメージのない人、将軍になってあんまりひどい目に遭わなかった人がこの方なんじゃないかなというふうに思います。 で、次のですね、森国親王が最後の将軍ということになりますけれども、この人はですね、鎌倉幕府が滅亡した日に、どこで何をしていたのか、全然わかっておりません。で、鎌倉幕府の滅亡はですね、後白河じゃなくてですね、後代五ですね、後代五天皇と、あの その息子たちによる、あの、鎌倉幕府を倒せというような命令書が回ったりして、それでこう鎌倉幕府滅亡するわけですが、その時も森国新の鎌倉幕府の将軍であるにもかかわらず、敵リストから、敵リストから外れていてですね、敵認定されていないということで、あの、 それはまあ、真のですが、敵認定されなくて普通なんですが、どっちかというとですね、あの、忘れられているというような感じの人であって、まあちょっと、まあかわいそうなんでありますけれども、で、えっ、ー、と、この鎌倉幕府滅亡の日も、まあ、どこで何をしていたのか、まあ記録して、されていないと、忘れられているわけですね。で、この鎌倉幕府滅亡の日に何があったかというと、北条高時はじめ、えー、北条氏一門、 関係者が一斉自害するという凄惨な出来事が起きております。当時のその、まあ、氏の特捜家のトップ、北条氏の家督を握っていたのが、元執権の北条高時でありますが、彼と北条氏関係者、二百数十名の北条氏の血縁の方が一斉に自害したそうであります。で、プラス、北条氏の 家臣とかですね、そういう人を含めると、700人ぐらいの人がですね、一斉に自害したとも言われております。あの自害した場所は、鎌倉市の、鎌倉市内のですね、鶴岡八幡宮の近くに、東昇寺というお寺がありますが、そこのあたりで、一斉に自害したそうであります。これについてはまたいずれやりますけれども、大変にあの、聞いているだけで、 悲惨な出来事なんだなということが、あの、早期されるわけでありますから、ちょっと地上にこう想像す,するのも恐ろしいような出来事でありますが、この時に森国新能が一緒に亡くなったとは記録されておりません。森国新能はですね、その後、あの、数ヶ月、三ヶ月ほど生きて、 亡くなったというふうに言われていて、鎌倉幕府滅亡の時に将軍を辞めて、しばらくして亡くなったというふうに考えられているとそういうことになってはいますが、それは本当なのかなという点を私ちょっと疑問に思っています。想像になりますけれども、北条氏が滅びる時に道連れにされたのではないでしょうかね。ただ、 親王が道連れにされるというのはですね、日本の歴史ではあってはならないことでありますから、後世のための記録としてはですね、ぼやかしてですね、いるということなのではないかと思います。ですので実際はその日に道連れになったのではないかなと思います。以上がですね、それぞれ歴代の鎌倉将軍の運命で、 ありましたけれども、大変に皆さん悲惨であります。同情いたします。興味、単なる興味本位では語ることができない。同情する気持ち、レクイエムの気持ちをですね、持たなくては語ることができないような、大変に厳しい内容でありました。工場氏はですね、強大な権力を鎌倉時代持っていたわけですね。彼らがいかに強大な権力を持っていたかというと、あのー、こう、 鎌倉幕府の、鎌倉時代の後半になりますと、天皇の皇太のにまで奉条氏、天皇人事まで奉条氏は、その意向を影響することができるという程度に、強力な、あの、権力を持っていたわけでありますけれども、しかし、彼らは決して自ら将軍になろうとはしませんでした。このあたり、実によく空気を読む人々であったとも思います。 鎌倉の御家人たちは、北条氏の強さは認めてはいたと思いますが、権威は認めていないんですね。彼らは、鎌倉の御家人たちは北条氏が将軍としてふさわしい人々であるというふうには考えていなかった。そのあたりを北条氏はわかっていたんですね。北条氏は大変に上手に空気を読む人々であった。からこそ100年以上にわたり権力を維持したのだということができると思います。 えっと、この後ですね、今後の予定としては、あの、元の襲来モン、モンゴル帝国の襲来をやってですね、その次ぐらいに、あの、鎌倉幕府の滅亡の話をやりたいと思っていて、改めてその、聖惨な最後の日についても述べなくてはならないと思ってはおりますが、え今回は、あの、その、 前の、なんでしょうね、プロローグとして鎌倉将軍がどういう職業であったかということについて述べました。えー、では、あのー、哀悼の気持ちを持ちつつですね、今回はこれで終わります。えー、ありがとうございました。